皆さんこんにちは、堀井雄二です。僕は今ドラゴンクエストアイランドに来ています。おかげさまでオープンから1周年を迎えました。本当にたくさんの人が来てくれて僕もとても嬉しいです。これから行ってみたいと思っている皆さんもぜひ僕のふるさと淡路島まで遊びに来てください。今日はあいにくの雨模様ですが、とってもいいところですよ。今日は5月27日、ドラゴンクエストの日、ドラゴンクエストシリーズ36回目の誕生日です。たくさんの皆さんの応援のおかげで、今年もこの日を迎えることができました。本当にありがとうございます。そして2022年は、ドラゴンクエスト10が10周年を迎える記念としてもあります。10周年をお祝いする準備をいっぱいしているので、楽しみに待っていてくださいね。さて今年もドラゴンクエストシリーズの新しい作品をたくさん発売していきます。ドラゴンクエスト10オフライン、ドラゴンクエストトレジャーズはいよいよ本格的に動きます。そしてスマートフォン版のドラゴンクエストビルダーズアルフガルドを復活せよが本日リリースします。そろそろストアに並んでると思うのでチェックしてみてくださいね。詳しくは特設サイトで紹介していますのでぜひ見てください。そしてドラゴンクエスト12も頑張って作っているので、まずは今年発売していく作品から楽しんでもらえればと思います。それでは36年目もドラゴンクエストをよろしくお願いします。以上、堀井雄二でした。またね。